根元にいる人が見上げているシャーマン将軍の木と子供シャーマン将軍の木はアメリカ合衆国カリフォルニア州バイセリアにあるセコイア国立公園内の原生林ジャイアントフォレストに生えているセコイアデンドロンの巨木である1487立方メートルに及ぶ体積を持つことから地球上で最も大きな木であると同時に 最も大きな生命体であると考えられている。樹齢はおよそ2200年で古いセコイアの一つである。この名は南北戦争における北軍の指導者、ウィリアム・シャーマンにちなんで1879年に博物学者のジェームズ・ウォルバートンによって付けられた。ウォルバートンはシャーマンの指揮する第9インディアナ騎兵隊に注意として参加していた。 さらに、1880年代に、近隣で設立された空想的社会主義者のコロニー、カワーコロニーによって、カール・マルクスと名付けられたこともある。グラント将軍の木との間で、世界一の座をめぐって、論争になっていたが、大石を決定的要因として、1931年に、シャーマン将軍の木が、世界一の大きさを持つ木として認められた。 2006年1月、この木の最も大きかった枝が折れてしまった。当時周辺に人はいなかったが、この L 字型の枝は直径がおよそ2メートル、長さが30メートル以上あり、落下した際にこの木を囲むフェンスを壊し、周囲の歩道に大きな跡を残した。この出来事は、シャーマン将軍の木の健康上の異常を示すものでは、 なく、枝が折れた当時にこの近辺を襲った嵐の強風に対して木の全体が倒れることを回避する設計による現象ではないかと考えられている。また、この木の体積は枝を除いた概算で求められていたので、この枝の消失は世界一の座になんだ影響を与えていない。ありがとうございます。